これガサガサってやるのなしですよね。ガサガサちぎるのもなしです。ちぎるのもなしです。自然落下。自然落下のみ。手のひらでこうやってマタゾーのカメラにこうやって出すところ。なるほどね。はい、はダメってことですか。そこもダメです。よいスタート。あ待って。やった。あすげえ早い。そうでしょ。おー1位はじめさん。待って待って全然降ってこなかった、はい、見える？あれここよくん2位これ見てる分にはポッケーでおもろいな。あ、待って待って待ってそっちがすごい、そっちがすごい、やばい、くっつかっあ、あ、やばい、待って、嘘じゃん。3位こんだけ人多いと、うわーポッケーでやった、あ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 れだ間に合う間に合う頑張れ弱っあ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 っそれ1投目え中に入ってる中に入ってる、うわーっしゃーよっしゃー花見できないよあーもうやだーラストタイム出してきてめっちゃラッシュきたラッシュラッシュすごいはいはいほらほらはい大志くん多分これ俺が気づかないと、はい、サービン一生車乗れなかったぜ。どういうことどういうことですか。あぶねえ、え、ガチややばっねえあぶねえ鍵気づいたっすよ。全然気づかなかったわ。ありがとうございます。チェック言わなきゃよかった。昼間からビールです。えノンアルですけど。ノンアルね。ほんとちゃんとノンアルだみたいな誰これ脇花火や。こんにゃく買った人マタゾです。薬膳ちょっと俺飲んでみたいんだよな。飲んでいいですかこれ。寝る前に飲んでほしいけどあ、そしたらいいですよ。この後すぐ寝ましょう。分かった、うん、俺もマジで悪夢見た。そう、マジで悪夢見た。本当にこれ冗談抜きで本当に悪夢見る。これ飲んで悪夢見るんですよ。ちょっと寝る前に飲むわうわ、のどかやな。これのどかちゃんですね。見てくださいこれ、誰もいない。おー穴場スポットどころの話だ皆さんとりあえず3月お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。料理が美味しそうすぎるんよ、うん、もう食べましょう。食べましょう。食べましょうか。開けていきましょう。僕はね今日メインディッシュがあるんです。ええわー、アイスイベントだ。僕もちょっとえサメとカフェでクッキー食ってたら時間ねえっつって、持ち帰ってきちゃいました。うまそうだな。これもよくうちのじいちゃん持ってたこれ、はい、べっこ飴みたいに。てかサーブとカフェでお茶してるのまさか付き合ってんじゃないかなわけないでしょ。ゴリゴリです。皆さん知ってますでしょ、僕がどれだけ女性が好きかということを。まあね、はい、結構マジで出会ってきた中でトップレベルに好きだ。ありがとうございます。またも結構女の子好きそうやな。まあそうですね、アイドルとか好きですし。またぞ女好きだけど、なんかさ女の子という時どんな感じが分かんない。いやそうそう一番読めないよね、マジで読めない。甘えねどうなんだろうな。確かに甘えんのかね。甘え無口なんじゃない。でも振られた理由がなんか、うん、そうだそうつまんなすぎてでしたよね。そうえぇ、愛想尽かされたみたいな。そう好きなのかもやっぱ気づかれないで冷められちゃうこととかあるらしいですからね。愛情表現が苦手なのかもしれない。あその一回やったのはその彼女が盲腸で入院してる時に一、うん、回も見舞いに行かず振られたっていう。そう、なんとも言えんな。人としてというか卵もらっていい。あ、もちろんもちろん。陽平先生よろだから俺お寿司嫌い。え、待って、醤油はあるっすか。醤油ない寿司とかないでしょ。あれあれガチでないじゃん。え、ないじゃん。醤油、もしかしてあの醤油入ればみたいなところから取ってくるやつ。あいろんな会社ってさ、4月に新入社員が来るじゃん。うん。うん。さっきウーム行ったらさ、新入社員たくさんいて、ああ新年度だーと思ったけど、うちの会社そういうのないよね。まあね。え、入社式出たばかりの人、そんないない？俺ありますよ。あ、そうか。大志さんどうか。ないわ。ないっす、ないわ。社部の集まり。はじめん株式会社入社式なかったから。うん、ぬるっと始まりますので。澤部は春からどの企業に就職する。俺は初めん株式会社しようかなと。なんでもないです。全く話変わるんだけどさ、はい、ディズニーに行ってタートルトーク自分に振られなかったけどちょっと悲しくない最近行ったんですか。それくらい言っていいんだけどふと思った
あ、当たりやすい席あるの知ってます？マジっすか？うん、お、さすが、なぜか詳しい人。まあ、多分めんどくさいからなんでしょうけど、各ブロックの端って絶対当たるんですよ、1回は。え、しかも通路、あの真ん中の通路側、元気よく手を挙げると、まあ、はいはいみたいな感じで。なるほどな、ちょっとやっぱ期待しちゃうんですよ、行った時ね、ですよね。いいなみたいな。行きたいんですね、やっぱ選ばれたいんですね。ちょっとだけちょっとだけ笑い起きてます。絶対起きるよ。はじめしちゃう、ちょっと笑いっていうより、うっ、驚愕。ディズニー行きてぇな。なんと今年え40周年なんで、おディズニーが、行ってください。なぜか詳しい人、なぜか詳しい、なぜか詳しい。でもトイの、あの歩いてる時の目撃だと、帽子をグッてかぶって絶対こう歩いてるらしい。ちょ、いや、本当に肩で風切るタイプ。肩で風切るタイプ。なんかモデル歩きみたいなのはしてるんですよ、確かに。一番恥ずかしいですね。目撃してるんですけど、俺は、はあ、なんか、そう、肩でか、偉そうにっていうよりは、なんかすごい、こうなんかぶってる。もっと嫌だ。今度目撃者動画撮っといて、ね、見てみたいわ、その確かに歩いてる時の俯瞰的に見てみたいわ。知ってたらマジでトゥイなんよな。うん、もうおつい前もしたもんね、休みの日ね。だって原宿とかでもあって気づくレベルってことでしょ。いや、あれもランドセル被ってたから。ああ、いや、まさかな、ランドセル被ってるやつトゥイ以外にいないかと思って。ランドセル被ってたんですか？被ったんじゃない。休みの日合わないな、どんどん。うん、まあまあ家の近さ的な。もう合わないね、うん、誰かと会ったかな。ケイスケはよく車乗る。うん、ウーって乗ってる車。高くない？ポケモン GO してるときケンスケと会うな。うん、ね、確かに偶然会うっす。でもなんかよく会ってますよね、サウナとかでも。たまになんかサウナはケンスケ多分あいつ張ってますよ、俺の。マジでいるよね、すごい、もう怖い。 40% ぐらいの確率。ストーカー。あ、大事さんにちょっと相談があるんですけど。え、まさか今後のサウケンのうちと作りたいものができますね。何か、シアタールーム作りませんか、大事さん。うわ、シアタールームか。まあでも作れると思いますね。よくやってる人いるからね、普通のうち。ああ、いますね。いや、もうあのちゃんと、あのちゃんと座るときにこうやってやんなきゃ。ああ、こうなってるよ。なるほどね。でもそのネットフリとかを完備してシアターで全然見れるみたいな。うわ、映像を作る会社なので。確かに、はい、うん、いや、いけると思う。ちょっと作りたいんだよな。スノボ行きて。スノボ行きて。もう雪ないっすか。そろそろ厳しいかな。今週だけ寒かったな。一回も行ってない。今週で行ってない。行ったっすか。うん、俺は行かない。行かないでしょ。行かないか。行かないよ。そうだね、寝ないもんね。俺、運動してるとこ見たことある自分で。俺もそう。うまいです、飲みやすいです。あ、レモンサワーもノンアルなんだ。あ、ノンアルだから飲めるってことね。そう、あ、そうです、そうです。あ、そっか、普通のお酒飲めないんですけど飲みやすい。みんなまだサーベがどんだけ飲まないか知らないのか。そう、マジで飲めない人っていう。年齢的には飲めるんだっけ。22歳、22。単純に弱いってこと。単純に弱いというか、なんか味が苦手なんでしょ。あ、そうですね。へえ、本当にすげえ死にかけの顔なんですカルーアミルクなら飲めるじゃん。あ、美味しいね。これじゃあ甘いのダメなんだよ。終わりだよ。終わりじゃん。昨日サーベとサウナ3時に入った深夜の。やば、付き合ってますで、一緒にあそこに寝たんですよね、うん、はい、同じ部屋ですか。寝るの一緒。ご飯食べるの一緒でしょ。カフェも一緒でしょ。ドライブも一緒でしょ。ね、カフェも一緒でしょ。で、まあサウナイコールお風呂じゃん。お風呂系も一緒。いや、多分俺寂しがり屋なんだろうな。だからケンスケ張ってんの。あ、そういうことか。三角関係できちゃってるこれ。嫉妬してる、嫉妬してる、嫉妬してる。はじめの手触ろう。壁のこつがで爪ガリガリして。鈴木のホラー映画見るの苦手ですか。え、めっちゃ好きですよ。結構ビクってなるタイプ。まあ、なるはそうですけど、不意に来るのが一番やばい。本当に不意に来る映画なんですよ。だってそれを売りに。でなんか、もう映画見てたらさ、どっかでまあ分かるやん。うん、はい。でなんか後ろから驚かされたり日常的にされたりとか、油断してるやん。そういうことね。構えができてるな。そう。ホラーゲーとか映画だったらいいけど、そう、もう分かるやんみたいな。はい。俺4回机の時逆にして扉見てますから、ね、見てるわ。驚かされすぎてね。この前マジで動画とかも何も回さずに陽平くんの後ろに忍び込んで「うわ!」ってやったら「うわ!」ってなって、で面白いから次の日もう一回同じことやってやろうって思ったら
机がもう入り口を見てて、それニヤって顔しながら対策済みだって。それで武器変わってたのか、机の。手はビビっちゃうの。俺もこのタイプっす。ああいいね。縛ろ。大声出して飛び上がるタイプじゃないよね。ああもう。え、死ぬ死ぬ。コンジヤマジやばかったよね。マジでやばかったっす。なんかネット配信者の話で、その廃墟に生配信しに行きますよみたいな、閲覧数がめっちゃ上がってて、どんどんやることが過激になってって、うん、ああなるほど。やらせとかでいろいろやってたら、 あれみたいな、これやらせじゃねえよなみたいな話になってきて、なんかそもそも素人っぽい撮り方だからめっちゃリアルですね。へえ。呪文とかああいうファンタジーホラーじゃない感じで、なんか韓国だか中国のやつ、韓国のやつ、ああなんかトップに出てきましたね、そういえばね、トリックスかなんかの入りがある。なんか配信者みたいな、 YouTuber みたいな。あ、そうそうそう。あ、じゃあ見たわそれはね。マジで。あ、それって最近です。ちょい前、結構ちょい前だよね。そう、あれあなたは見ないよ。アタゾーガチに無理そう。アタゾー無理なんだ。結局ね、呪音とかね、うん、着信ありとか。着信あり懐かしい。が最強だよ。バイオハザード。バイオハザードは別やん。あれ怖いよね。怖くないだろ。貞子 vs かやことかもおもろいっすよ。あったな。貞子 vs かやこはガチでおもろい。あの笑っちゃうんだ。最後笑っちゃう、笑っちゃうやつ。なんかただバトル、バトル、バトル映画だから。ナルト vs なんちゃらみたいな、あのルフィみたいな。やっちゃってる感じで。じゃあ巻いたん、巻いたん、巻いたん。うん、どうしたどうしたどうした。イケメンだなと思って。ありがとうな。自分の方見たことある。よし、帰るか。はい。じゃあ最後、今日は今日の一句、トゥイさんお願いします。はい。桜咲く4月に、よいしょ。ごちそうさまでした。からの、あーかゆい、鼻がむずむず、花粉さん、よいしょ。本番いきます。ピヨピヨと小鳥のさえずり、ピヨピヨと。以上、春の一句でした。